回もねこの価格でお送りしていきますが、この価格で、動画を送るドライブ雑談は最後となります。最後です。はい、というのも、春がね福岡に来てくれて、いろんなねところに行ったりとか今回はしました。はい、いろいろなところにも行きましたし、美味しいものをたくさん食べました。本当にその今回は2泊3日かな。滞在自体はね、すごい短くて、一番最初は、春が空港に来てお迎えをして、二人でちょっとラーメンを食べに行って今回の動画は多分思い出の写真がいくつか上がると思いますので、はい、それを交えながら喋っていくんですけど、はい、最初はね、ラーメン食べましたね。美味しかったね、あれね。にはないラーメンですごく美味しかったです。よかったよかった。本当に美味しかった。ね、で、その後、実家に帰ってきて、夜はね、一緒に僕の両親も交えて、4人で食事しました。はい、食事させていただいて、お店もすっごくおしゃれで、すっごくおしゃれで。おしゃれだった。はい、眺めもすごい素敵で、お料理もキャーっていう一つ一つが美味しくて感動しました。僕も行ったことがないお店だったので、すごいおすすめですね。で、1日目がそれで終わって、2日目昨日かお昼から博多駅に行って、はい、まあ、僕は車の運転してたのでお酒は飲んでないんですけど、博多駅に居酒屋街みたいなのが、そうなんですよ、なんかね、街にありそうな居酒屋さんが駅にあって、そうそうそう、それすごいびっくりしたんですけど、うん、そこでずっと食べたかったあのごまサバ、うん、あの生のサバなんですけど、ずっと気になっててやっと食べれました。めっちゃ美味しかった。美味しかった。すっごく美味しかったです。で、他にもね、刺身を食べたりとか、うん、美味しかったね。鮮度が違ってすっごく美味しかった。今でもまた食べたいぐらい。海そこやもんね。青物味だったりサバだったりとかは、そのアニサキスっていうね、食中毒になりやすい寄生虫がねいたりとかするんですけど、鮮度がいいとそういうのがなくて、だから結構美味しい料理を食べましたね。で、その後はその博多駅の中を、まあ、探索というか迷子というか駐車場の場所が分からなくなっちゃって、で、何回も何回も上に行ったりして行ったりして、福岡県民なのにね、いかにこう外出をしてないのかがねよく分かる経験をしましたね。でも本当楽しくてね、いろんなお店をね、見えたりとかしたので楽しかったですね。夜はね、実家の猫ちゃん3匹と戯れ遊びやっぱね、こう丸はショートとかでもね、上がってるようにすごいおとなしい性格というかね、もう誰にでも隔たりなく接するんですけど、やっぱバロンとか人見知りがすごくてなんか心許したのかなって思ったらまた警戒してみたいな、ちょっと波がすごくて。でもね、初めてうちに来た時のバロンの反応よりは全然良くなってたから、結構楽しく過ごしたんじゃない。可愛かったね。で、そうだ、それで昨日ご飯、それで晩ご飯食べた後、初めてね、YouTube の生配信をして、そうなんです、ね、ちょっと緊張したね。本当よ、初めてしたのに、かかわらず40人ぐらい見に来てくれて、で、インスタライブはたまにタイミングが合うとやったりして、皆さん見に来てくださったと思うんだけど、 YouTube になるとまた違う、うん、SNS だからちゃんとできるかなってすごい緊張したね。緊張ちょっと準備もいろいろあったりして、ね、ただ、まあ、ちゃんとね配信できて、皆さんに見守られ
からね、多分インスタライブよりもどっちかというと YouTube ライブの方が多いかもしれません。ちょっとそれはね、あの今後の方針次第なので、はい、ただ YouTube ライブはね、そのままアーカイブに残せるから、インスタライブは一回それを取り込んでそこから編集して YouTube に載せなきゃいけないから、その労力を考えると YouTube の生配信ってすごい楽だな。あと誰でも見に来てくれるから、そうですね、うん、結構しやすかった。で、今日はちょっと朝から、佐賀県の唐津市にある呼子という場所に行ってまいりました。初めて来ました。で、呼子と聞いて、あっって分かる人と、どこですかっていう、まあ、唐津市っていうのもね、なかなか聞き慣れない、まあ、九州の方とかだったら分かると思うんですけど、あ、唐津バーガーが有名だったりとか、あと、まあ、伊万里焼きとかがあるような場所ですね。で、呼子はもう名物がイカで、めちゃめちゃイカが取れる町でね、今まで1時間半ぐらいかけてイカの池作りを食べに行きました。すっごく美味しかったやっぱりもうなんか生きてるイカがさばかれて出てくるので、なんかもうそこら辺のスーパーとか売ってるのじゃ全然違う。食べた瞬間すごくなんか食感がなんかコリコリ、すごいね、すごい食感で、普段食べてるのと全然違くて衝撃的でした。コリってね、イカはさ何回かこう噛んだりするけどさ、コリってあるけど噛み切れるんだよ、うん、新鮮すぎて、それがちょっとびっくりで、イカシューマイ初めて食べたでしょ。イカシューマイ、そうですね、初めて食べた。美味しかった。今日も美味しいものをまた堪能してしまう。で、そんな楽しい福岡滞在も、はい、もうすぐ終わろうとしておりますので、もう空港ですね。もう空港着いちゃって、やっぱね、こう家からもね、空港めちゃめちゃ近いの、車使うと、まあ、電車使ってもめちゃめちゃ近いから、福岡は便利ですよね、やっぱり、うん、空港からいろんなところ市内に行くのもすぐ近いし、電車で行くんですし、うん、住みやすいですね。でも本当にいいところの、ね、ぜひ興味のある方は福岡に来ていただけると。ということで、もうすぐ空港に着いちゃいます。はい、悲しいですまた来ます。はい、ぜひ来てください。じゃあ気をつけて帰ってね。ほら、呼ばれよ。バイバイ。
までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、おすすめの動画はこちらから、インスタグラムやホームページ、オンラインレッスンの詳細は概要欄にある URL から見ることができますので、フォローとチェックお願いします。では次回の動画で、バイバイ。